こんにちは、レンジです。ドラッグオンドラグーンの続きをやっていきます。今 D エンディングを目指しているところですね。第11章第2節、要塞内部を進むカイムたちは触れ合いが捕らえられている祭壇に近づきつつあった。だがその先でカイムと触れ合いを待つのは司祭マナが仕組んだ最後の儀式だった。行きましょう。前回剣のレベルが上がったからね、もう100人力ですよ。一番気に入ってる剣、空は避けてくる。うわぁ、せっかくダッシュ溜まったのに。よしよし、おぉ、まだ、よし、これは切らねばならんだろう。うぅ、いや、今の方か。こっちね。お、進めてくれた。で、自分たちは早く優しさを見せる。絶対宝箱あるとは思うけど、いいでしょう。いたね。裏切り者なんて言わないでくれ、カイム。たちは今新しい世界を生み出そうとしているんだぞ。フリアエも生きられる新しい世界だ。フリアエ生きてる。目を覚ませカイム、司教様の教えに賛同しろよ。生き残ろうぜ。イーバルト、こんなところにいてはいけない。自分の場所に戻って。どうした。やっぱりずいぶん前の話だわこれ。フリアエ生きてるもんね。え、戻った。天使は笑わない。天使は起こしてはならない。貼り付けられた。ララ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 私を助けろよ。役に立たない男どもめ、助けてください。お願い。やばい。助けて。抱きしめて。お兄ちゃん。振り合いが洗脳される。私、あなたの心が読めるの。タイム何してんの。違うわ。私、そんなこと思ってない。憎い、憎いよ、クソ野郎。こんな世界滅びればいい。違う。汚いの。私汚いの。女神なんかじゃない。諦めてるだけ。お願いお兄ちゃん、私に。ごめんなさい。はい、女神失格。どうする。目赤くなんじゃねえのか。あ、なんかベッドの上花乗ってんのかと思ったの。ぬいぐるみだった。目を背けるな、カイム。いや。あ、自分で刺したってことだったってこと。私を。見ないで。やかい。いくらでも。天使は笑う。いくらでも止められたよね。どうすんの。閉ざしていた心のすべてを暴かれた触れ合いは自らの死を選択した。その傍らで全ての封印を破壊したマナが楽しげに笑う。封印が失われ再生の卵が出現してしまった状況でドラゴンは絶望するカイムを叱咤する。外の卵を何とかしないとって同じ展開になるのかな。バカ者、劇場に走るな。冷静になれ。こらえよ人間、卵が生まれるのだ。世界が本当に終わるぞ。一刻も早く外に出てこい。女神の死を無駄にするな。女
神の死を無駄にするのはちょっと違うと思う。女神の死が原因で生まれてんだぞ。でもなんでマナを殺しちゃいけないってみんな思ってるんだろう。花巻いてる。あ、タムケ。はあ。え、じゃあ外行くの？卵をなんとかすんの？おぉ、12章になるのか。7章？ちょっと一回戻ります。7章の。あ、違った。はあ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 。7章というとあれだっけ。そうだよね、7章から8章にかけて A エンディングにつながるってことは終わったのか。はい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 、そういうことですね。これ何だ、11章1節でマナを発見しクリアする。はあ、はあはあはあははあ、ここのどっかにマナがいるのか。なるほど。それとここ、待って、どこだっけ。どっかで開口、開口、あ違う、どっかでここ分かれるよねとかって言ってたのはここだっけ。ここだな。今関数字の方行ったんだね。だからここでの分岐があるの。こっちはこっちである。じゃあやっぱ若い方から行こうか。こっち、どういう場合分けか分かんないですけど、海上要塞のところね。イウバルトと戦った後、海上要塞の結界を破壊するのに手間取り、帝国の増援艦隊の到着を許してしまった。敵艦隊を撃破して要塞への侵入路を確保しよう。なるほど、結界を破れなかったパターン。破っちゃったもんね。破れなかったら増援が来る。攻撃が厳しくて要塞が入れる。はい、相変わらず柔らかいね。よし、通常だ。立てるんだよ。めちゃくちゃ近いし。精霊あんまり好きなタイプではないか好きなタイプではないガキだ。あんま近づくと食らいまくるから、こうなんか攻撃する位置を振ってった方がいいような気がする。久々空飛ぶ。これもね、攻撃する位置は振ってたんですよ。
こんな遠くなの？意外と近いな。オーケー。めっちゃ怒るじゃん。これで空中要塞結局行くじゃん。あ、海上要塞。まだ悪い奴らがいっぱいいるよ。気をつけて。はい。これで終わりかな？分岐はもしかしたら。その海上要塞には結局行ったってことは、ここで繋がったんじゃねえかな。え？え？誰もいねえ。女神の気配が薄くなってきておる。急ぐ、海軍。違うわ、じゃあ。空中要塞と全く同じ作りのようだ。いや、敵がさ、妙だな。人間の気配がない。ああ。待って、ここさ、マナいるかもしれないから、怪しいとこ。でも人気がないんだよね。マナ探すのここじゃないよね、多分。運ぶだけの奇跡を知らぬまま乗り込むとは愚かな。あの、ここの人いるバージョンのとこじゃないと思うよな。やけに静かだな。声もしない。本当にここに女神が？マナさん、マナさんいないですか？いないっすね。下の気配、え、宝箱が出現した？いやー、ちょーっと取るよ。女神はきっと祭壇に祀られているはず。奥を探してくれ。くだらねえもんだったら怒るからね。まあ武器だろうね。これもしかしてあれかな、何秒以内にあそこにたどり着いたら宝箱出るとかっていう条件だったりするかな。だとしたらラッキー。武器だ。よし、許す。あ、時間がないのね。大丈夫、1分あれ行くよ。大丈夫大丈夫。そう、焦んなさんな。大丈夫だよね。ペペ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 ペ。あ、よく見るとあのタイマーあれだね、コツンコツンってやって進んでる。この要塞には敵はおらぬようだ。はい。え、引き継ぎ。いや、ちょっと宝箱あんだけど。ひょっとしたら女神は。あ、いえ、何でもありません。いける。宝箱取ってからでも行け。無理かな。やめとっか。宝箱なんて後で取るから。まっすぐまっすぐ頑張れ。いや、宝箱取ってたら無理だったな。二つ取るのは無理なんだ。じゃあ今度あの1個目のやつ、宝箱を無視していけるからあっちが取れるという、そういうことですね。乾きの戦争、ファントムアイ。これなんか強そうだな。こんな色付きの武器なんて初めてか。この辺使わねえ。まあ使わないと思いますけどね。あの、今使ってる武器が相当気に入ったり、気に入ってるんで。触れ合いを救うため、無人の海上要塞をさまよう海王。ってことは、あれだね。あ、アラビア数字だから、これで合ってるんだ。たどり着いた祭壇には触れ合いの姿はなく、レオナールは絶望の声を上げる。同じじゃない？また空間移動してんじゃない？わあ、いないね。誰もいない。あ、ああ、なんか普通な、あ、違う、これ、カイムの剣だよ、これ。
ベントシーンを、あれ変わってる、女神がいない、あ、遅かったか、時間経ってんのか、だから消えたんだな、ワープが。どうする、ここから。おお、神よ、そら蹴っ飛ばされるわ。私には見えます、世界はもう再生の卵出現の段階まで来てしまった。女神はすでに、蹴られるぞ、叩かれた弱気になるんじゃないよ、レオナール。わかりました、あなた自身の目でお確かめください。わかった。地獄には最後まで付き合わねばな。空中要塞へ行くぞ。はい、まあそんな変わらないでしょう、これで。空中要塞からは一緒なんじゃない、その時間経ってるから人がいなくなってるっていうだけの話だと思う。だね。ほんじゃあ、行きましょうかね。かくれんぼ大会、開催しますか。ここだな。ここ。じゃあ、探してきます。まあ、時間の余裕はあるから、ゆっくり探しゃいいと思うんだ。いるでしょう。この中か？え？いない？いない、絶対ここだと思ったのに違うの。あといそうな場所ないんだけど、宝箱のとこでしょう。そうだよね、目はない、この要塞の祭壇に捕らえられているようだ。もう一回行くか、じゃあ。私の子供はどこ？すげえ遅れたな。いや、強い。やっぱ。敵がいない。あ、こういう、食らった方がいい。解除するのに時間かかっちゃうから、よし、もういいぞ、よし、ちょうど。一刻も早く女神のもとへ、封印が、封印が。敵を全部倒さなきゃダメとかかな。あ、それともここで戻るとか、戻れるかな、戻れる。え、敵完全にリフレッシュか、はあ、戻るだ。しかも宝箱もあった。なるほどね。いや、気づいてよかった。これは絶対に武器だよね。よし、じゃあマナちゃんと行きます。いた、めっちゃ踊ってる。ちょっとムカつくからアリオシを行くわ。私のこいつら本当やだ。お前、あ、なんだ、気配は強大な敵、死去、そうです、女神の近くにいるようです。え、女神いんの、とりあえず。わ、なんかかっこいい。いや、全然読めない。ヤセクの魔術師、シルバーフルーツ。え、ロット、初めてだ。これの魔法は強いんじゃない。ここら辺変えとく。ロットちょっと使ってみたいね。魔法を特化できるかもしれん。
要塞内部で司祭マナを発見したカイムたちは逃げるマナを追撃する。歌うようにつぶやきながら空間移動を続けるマナを要塞奥地に追い詰める。ほう、鬼ごっこすんの？要塞奥地に追い詰める。この声ってもしかして、うわ、そんな、そうだよ、あんたの妹やで。どこ行った？奥地ってのはこの丸いとこってことか。探せって。いや、やだ、こちらやだ。いた、この丸系ね。何で、何した、回復か、回復っぽいね。最初のこの月が早いだけの武器だな。回復だと思った。回復だ。よし、シルバーフルーツね、これです。またいなくなった。じゃあそっち行ってるってことは、わかった、これね、多分頭使うゲームだと思う。こっちから行くんじゃねえか。うわ、魔法効かなくなってる。この声、あ、でもその代わり柔らかくなってる。はい、よし、固まってんの。マナいる？いなくない？いないな。あ、いた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 。ナイス。こうするとこっちに行くんじゃない？そのまま突っ込むと、もしかしたら階段の方に行っちゃってたかもしれない。わかんないけど、ある程度よしよしよし、いいね。で、そっち行くと、敵が密集してねえから、なんかあんまりやりごたえがないんだよ。天使は笑わない、天使はうつむかない、天使はやまない、ララ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 、やまない。おいら、天使ってのは何のことを言ってるのか、あんまりよく分かってねえんだよ。お母さん、ああ、よし、追い詰めた。見つかっちゃった、ララララ。隠れんぼだ。さてどうする。そこに棺っぽいのがあるけど、あ、棺じゃなくて台だったな。演説する台みたいなやつ。天使天使天使は歌うよ、ララ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 。やめて、僕の妹をいじめないで。いじめてはいないよ。ほら、ああゴーレム取った。やめてゴーレム、この子は僕の妹なんだ。それにマナがこんな風になったのはきっと全部僕のせいだから。そうだね、っていうかお母さんのせいだよ。お母さん、そうだよ、お母さん。しっかりしてマナ、母さんはもう死んじゃったんだよ。天使を逃がすな、ダララ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 ラ。お、登った。静粛になさい。あんたたちに私は殺せない。だって私は愛されているから。あの方に、
誰より強く愛されてるの。いい、人間は自分たちが一番必要なものにまだ気づいていない。バカね、ほんとバカばっかり。救いはそこにあるというのに。バカはあの方に愛されっこない。ララ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 。愛されないものに残るは死。生で死ぬの？ごめんね、ごめんね、許してマナ。助けて、ゴーレム。ゴーレムパワーでやっちゃうのか。今こそ神の愛を知る時です。深い愛、来た、偉大な愛。そして慈悲深き鉄槌を愚かな人間に下すも、また愛。ラララ、わーお、精霊はほんと卑怯な子供だよ。見ないようにして、お前の指示だぞ。マナを殺したのは初めてか。てか死んでるかな、死んでるか分かんないけど。何が始まるのですか。この子供は本当に神の、神の怒りに触れた。司祭マナは死んだ。兄セイレン手によって神の使いが消え、全てが終わったかのかに思えた時、世界の崩壊が始まる。そして壊れゆく空中要塞の中で、ユーバルトは触れ合いを、猛獅の腕に抱きながら閃光の中に消えた。今ちょっとね、時間がどれくらいか分かってないんですよ。あの迷子になってたんで。なので多分いいくらいだと思うんで、今回ここまでにしましょう。もしかしたら次回でいけるかな。どこまでいくか分かんないけど、まあ十何章くらいまではいかないでしょう。まあ行っても1回で終わるかな。はい、ということで今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。